回インプレッションするお車はスマートフォーツーカブリオプラバスエクスクルーシブ。あ、こう取れちゃうの。はい。これ何なんですか。フレーム。フレーム。あ、ここってことですね。内装かっこいいね。はい。いつもロペラヨチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回インプレッションするお車は2013年モデルスマート4-2カブリオのブラバスエクスクルーシブ、はい、こちらを久しぶりの登場、はい、ザマメさんね、沖縄に1年半帰れてない帰ってね、ちょっといろいろ緊急事態宣言待ってね、はい、父さん母さん頑張ってるよ、ね、はい、ザマミ君と一緒にインプレッションいたします。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。はい、でですね、またインプレッションの前にですね、また一つ告知がございまして、また買取強化もですね、はい、引き続き行っておりますので、北は北海道、はい、南は沖縄と言いたいんですけども、はい、西はロペ市西宮までになっておりますの で沖縄も ね、はい、ね、全然大丈夫だよね。全然納車もね、買い取りもね、はい、できるので、一応日本全国買い取り強化キャンペーン中ということで、ぜひ、お車売却の方はこちらまでお問い合わせください、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではスペック紹介からよろしくお願いします。はい、こちらの車なんですけれども、直列3気筒、DOH ターボの、うん、最高出力が、102馬力で、最大トルクが、15キロございます。15キロ。はい、で一応エンジンの大きさは1リッターでございます。1リッター。はい、1リッター初だね。そうですね。あれ、愛車は何リッターだ。僕660です。そうか、なるほど、ね、そこと比べちゃうとまたちょっと物差しがおかしくなっちゃう。そうだね、一応愛車紹介ここでやってます。はい、まあ、そんな車なんですね。そうです。これ車両重量わかる。880キロです。ああ、まあ今までレビューした中でも最軽量かな。多分そうですね、最軽量、ね、900くらいはあったけど、はい、なるほど、いいじゃないですか。これはまたブラバス仕様になってるんで、そうですね、はい、何がどう偉くなってるんですか、これは。まあ、アルミもそうですし、タイヤもそうですし、うん、サスペンションであったりだとか、ミッションも、うん、変速スピードが 20% 向上してたりだとか、まあ、いろんなところにスポーツ性能だけじゃなくて、まあ、内装も後から見ていただければ分かるんですけれども、うん、ステッチが入ったりとか、かなり豪華装備。なるほど。これさ、はい、新車おいくら。これがですね、新車が、315万円ぐらいですね。で今2013年、はい、ね、7年8年経って、で距離が1万キロです。1万キロ、はい、で売り値どれくらいですか。260万円ちょっと。なるほど、まあ、300は切ってるよ、はい、なかなかいい値段がつくんだ ね。そうですね、まあ、低走行ですし。これね、スマートといえばですね、はい、僕苦い思い出があって、はい、これ普通のエンジンだよね。そうです ね、1リッターの、ね、はい、で完全電気のスマートブラバスを昔ね、販売したことがあるんですけど、はい、そのディーラーさんに納車前の整備で持って行ったらもうエンジンかかんなくなっちゃったってことがあってなるほど。そして、まあ、充電するじゃん、はい、電気なん で充電しても、もう充電しもうケーブル挿してるんだけど、はい、全然充電されないと。なるほど、これは困ったぞと。でディーラーさんも困りました、はい、で見積もりが来ました、約200万円ドーンってきたおいって、はい、でそのスマートの店頭価格が130万円ぐらいあ、すいません、修理せずに新しいの買いますっていうことがあったんでね。あ、そんなことスマートの電気は本当に、ね、バッテリー上げちゃダメ。うん、うん、だからある意味そういう車ではないんで安心かもしれないですね。そうですね、はいはい、これスマートってさ、本当リアルに乗ったことある？スマートはないです。あ、そう。はい、リアルでは。僕の印象だと、はい、高速怖かったっていう印象がすごい。ああ、なるほど。首都高とかも。で、まあそれスピードも出ないしさ、軽いじゃん。はい、でトラックとかバーンってきた時に、はい、うわっ揺れたみたいな。でなし、今日オープンだしね。そうですね。はい。いろんなところが気になるんですけど。少し大人になって乗るとどうなのかなといったところです、はい、でも結構ねセレブに愛されている車なんですよ。
あ、そうなんですね。結構例えば別荘に置いとくとか、はいはいはい、ちょっとお買い物に、うんうん、でスマートを乗ってらっしゃる富裕層の方が結構多くいたんで、うん、おしゃれです。そういう使い勝手もあるかもしれないし、はい、下手したらこれここで U ターンもできちゃうでしょ。そうですね、一応最小回転半径 4.2 なので。なるほど、はい、いけちゃうと思います。ここでさすがだね、はい、分かってるね。分かりましたという車です。ではいつも通りですね、鍵見てみましょうか、はい、こういうちょっと棒の部分を隠します。ボタンが3つあるのね、はい、うん、で反対側に、まあ、スマートの、なるほど、はい、いいじゃないですか。で開ける閉めるとで、まず施錠ですね、うん、半回、はい、で解錠、うん、はい、うん、なるほど。音とかもしせず、はい、うん、いいじゃないですか。でここはエンジン、この車 RR なので一応ここも、はい、開けられるんですけれども、はい、開けたところであのエンジンは見ることはできないです、うん、はい、開けてみようよこれ、はい、え、開けるときは、あ、こっちじゃない、開けるときはですね、この車は、おおーおおで、これを、なるほど、あ、こう取れちゃうの、はい。あ、でここに紐があるから、はい、ね、こんな感じか。そうですね、ここに引っ掛けて、あ、引っ掛けられるんだ、はい、なるほど。あまりスマート僕ここ開けたことなかったから、あ、こんな感じなんだ、まあ、はい、開けちょっとびっくりした普通に、はい、おっしゃいけど追加するときぐらいですかね、ここ開けることになるのは。いいな、このまま走ってもかっこいいんだエアロ付きみたいな、トランスフォーム途中みたいなね、途中みたいな感じで、ああいいね、はい、へえ。でまた戻すときは、戻すときはもう、まあ、今の逆になるっていう、うん、これ軽い、あ、軽いです。あ、そうですね、スマートに、はい、どれ外すか、はい、はい、入ってました。あ、よいしょ、はい、大丈夫ですね。いやー、輸入車業界20年近くいて初めて知った今まで何をやってたんだって僕開けたのも2回目ぐらいです。あ、そう、はい、河村君はもう20代ぐらい、20代ぐらい、ね、意外とそうなのよ。この間ね、あ、この間でもちょっと前の話なんですけど、陸運局で登録するときにさ、はい、車体番号をチェックするでしょ、確認するじゃん、はい、で珍しい車を地方で登録すると車体番号分かんなかったりするのよ。どこですかねこれみたいな。そうですね、で担当のセールスの人もあれこれどこだったっけなっていうのは輸入車結構あるある、はい、で誰に聞くと分かると思う。陸運局の中でですか。陸運局もその場で、あ、だちょっとじゃあ確認しますねって言った時に、まあメーカーの方以外で誰に電話したらすぐ分かると。いや見当がつかないです。あ、見当つかない、はい、僕はその時はね、レッカー屋さんだった。なるほど。いつもレッカー屋さんに電話して、はい、すいません、これどこでしたっけね、ああ、あそこにあるよみたいな。なるほど。なるほど、さすがいろんな車やってるだけあるわと。ね、だから、全国のレッカー屋さん、ね、問い合わせ入るかもしれませんけど。はい、ということです。わかりました。じゃあ続いて、サイド見てみましょうか。はい、でこれがね、サイドですけど、はい、なんか黒と赤でまとまってて、そうですかっこいいね、はい。なんかね、当時ね、2013年だよな、もうちょっと古いモデルになるとね、はい、結構スマートブラバスのねカスタムが結構流行ったのよ。あ、そうで、ボディもほんと艶消しにしたりとか、はいはいはい、ホイールもマットブラックにしたりとかっていうのがすごい流行った記憶があるけど、でもブラバスっていうとなんかねこういう黒いカスタムのイメージ強いですね。うですね、うん、はい、でサイズは、フロントは17550の16インチ。あ、フロントは16なんですね。リアは22535の R17 です。かっこいいじゃん、はい、そこにちょっとまたおしゃれですね。そうですね、はい、スマートだよねそういうところもね、はい、でここアンテナがある。これ動くのかな。あ、動かない。あ、動きそうだけど動かない、怖いです、ね、ここのアンテナあるのあんまスマートじゃない、うん、でドアミラーは手動。手動です。まあ畳む機会あるのかなという感じですけど、この全幅で、ね、確かにね、あんま変わんないね、はい、変わんないです。そしてね、うん、確かに全幅もそうですねはい、という感じです、はい、今日ちょっとこのまんま開けちゃおうか。はい、はい、開けるときはもうあれだよね、窓は一応2枚になってるんだねこれね。そうですね、はい、完全な2人乗りだもんね。じゃあ失礼します。
内装かっこいいね。はい、さすがブラバスっていう。これが標準仕様ってことなの？この車は、80台の限定車なんですね。なので一応あのこの車はもともとこの仕様でございます。かっこいいね、はい、やっぱもともとついてるっていいよね。そうですね、はい、車外だとちょっとね、なんかどうしても質感変わっちゃったりするしね。そうですね、はい、いいな。これだってダッシュパネルまで本革よ。そうです、そうなんです、羨ましい。そしてね、ダイヤモンドステッチみたいな感じになってて、はい、エクスクルーシブ仕様ですよ本当に。ピアノブラックだしね、はい、憧れの。しかもさ、このフレームまでピアノブラックじゃん、シートの、はい、抜かりないです。抜かりない、はい、あ、そしてこのシートを前に倒すと、あ、するね、ここだ、ここだね、こういう感じだね、はい、ここまでですね。あ、いいじゃん、これだけスペースがあればいいんじゃない、はい、ちょっとジャマミブルー久しぶりに使ってみようか。このジャマミブルーが登場するときはなんかちょっと沖縄の音楽流してで、まず幅、はい、あ、約1メーター、うんうん、いいね、1メーターあればいいよ ね、 そ、 ね、はい、そしていいですか、話になっていいよ、はい、高さ、これ屋根クローズしてるから、あ、開けてるからね、はい、一応最大で約50センチぐらい、うんうん、で奥行き、これも50センチぐらいあるね、うん、でちょっとトランクこの状態で見てみましょうか、はい、そのままちょっと後ろ行きます。でこれ後ろ、はい、ね、屋根閉めてもハイマントストップがちゃんとある、残ってます。これちょっと開ける閉めるやってみて、鍵で、まず開けます。あ、さすがハイマントはつかないんだね。で正常です。なるほど、はい、はい、で開けてもらって、はい、おで、あ、なるほど、あ、さっき自分でやっちゃったからだ、こうなってんだ。そうですね、なんかすごいね。そうですね、ソフトトップがここにある状態で開く、はい、カブリオレならではの開き方ですね、この開き方は。でこれ何が入ったの、これフレー ム、 フレーム、あー、ここってことですか。あ、フレーム自分でつけるんだ、はい、本当は。え、じゃあちょっと一回つけてみよう、全部。あ、そしたら先に一回閉めた方がいいか。先にこれをつけてってことですね。あ、これをつけないと閉めないの。スマートカブリを開けるところ。そうなんだ、そこなんかちょっとスマートにやりたいとこだね。あれ、これどっち、多分この尖ってる方がこういうことですよ、ね、あ、横か。へえ、あ、スマートにできるじゃん。ドーンの次はスマートに連呼する。あ、これで OK。 なるほど。で、うん、そして、いや、じゃあちょっと屋根閉めてもらっていいですか。はい、じゃあちょっと閉めます、はい、おー、ギリギリを攻めるね。あ、でこっちはスライドするんだ。こうですね。いいね、完了です。あ、ソフトトップ薄いね、これ。すごい薄い。そうですね、2層ですね、うん、まあ、だから軽いんだろうね。OK、はい、エンジン切って、はい、うわー、しかもガラス熱線入り、これいいね。なんとも、フィアットとかもね、こういうタイプあるよね、うん、なるほど。だから走行中にやるとかっていうのはできないけど。そうです、雨降っちゃったらちょっとね、はい、カチンカチンと。それかもこれをつけたままで走っちゃうか、まあ、ってことなんですかね。やっぱ取った方が開放感があるのかな。やっぱりここの窓開けてるとすごいのかな。あ、どうなんですか、完全なオープンカーみたいなね、はい、なんか面白いね、うん、これ下はさすがに何もなさそうですね。なんか壊れちゃいそうやめときます。でクローディング、オートクローズだ、なさそうですね。ない、はい、
ん、ちゃんと閉まってんのか、はい、はい、ということでございます。はい、ではライトですけどもスモール、はい、おーいいねー、これかっこいいじゃん。はい、でロー、はい、おーここはハロゲンなの、 LED なんかしないけど光量がちょっと違いますね。はい、ハイビーム、おーそっちか、はい、 OK、はい、でウィンカーハザード、そうだよね、上が点灯しますよね。はい、あ、優しくできないです。OK。はい。はい。ではブレーキ。ああいいね。はい。でライトオン。おーおーナンバー灯は LED いいね。はい。ウィンカーハザード。はい。はい。はい。バック。もう一つですか。はい。リアフォグはあるかね。リアフォグは、ああ、はい、OK、分かりました。はい、じゃあ次エンジン音聞いてみましょう。マフラー音というか。いきます。はい。お、いいじゃん。うん、合格だよ。はい。OK です。はい。それでは試乗に移りますけど。はい。いつもはですね。予想点数何点ですかとやってたんですけど、はい、それ必要ないというコメントがあったんで今日割愛させていただきます、はい、では試乗スタートです、よろしくお願いします。お願いいたします。スマートの旅によいしょ、あ結構着座位置高、着座位置高くて座高が高いのバレちゃう遅いよレスポンスが悪かったです。そこはやっぱ営業のね、あのスキルがね、そうそうそう、あそうだよね、スマートって鍵ここだよね。そうですよ、サーブとかもここなんだよね。あそうなんですね。そうサーブなんてもう知らないよ、触ったことないですねサーブは、うん、こんな感じ、なんか狭いな、まあ、狭いんだけどここもさ僕の、はい、低いですかね、ちょっとね、なんかちょっとあれだな、着座位置を低くできればいいのに。着座位置これでもね、体大きい方はちょっとね、そうですね、うん、あと足が長い方もちょっとねっていう感じかしんないこのくらいかな。でステアリングは、あ、もしかしてないですか、もう固定だ、あ固定やなこりゃ、うん、なるほど。でギア、はい、で今ニュートラル、あでこっち、はい、で A だからオートマモード、そうです、でサイドブレーキ、ふとブラバスかっこいいね、このサイドブレーキもね、いいじゃないですか、うんうん、で当然クリープはないと、ないです、そうだね、はい、ん、お動いた、これが時計、時計でタコメーター、でスピードメーター、はい、スピードメーター200キロまであるね、はい、これ K じゃないもんね、 K じゃないです、5ナンバーだ、5ナンバーです、 1000cc なので、ドアミラーは格納は手動だけど調整は電動でできるんだね、はい、うわなんか独特だこれ、はい、ブレーキもなんかすごい独特、いいな、このブラバスのメーターパネル素敵、はい、好きだわ、かっこいいですね、うん、よいしょよいしょ、おお、うん、おお、まあまあまあいいじゃん、いいな、でこのオープンカーもなんかいい感じだぞ、そうですね、うん、意外と巻き込み少ないですか、そうだね、はい、あいかんせんやっぱ小さいからいいな、なんかもう、はい、まあ、ミラーの感覚はすぐつかめるし、はい、やっぱ大きい車は小さい車の方が車幅感覚はすぐ慣れるね、そうですね、あでハンドルがブラバスとは関係ないかしないけどちょっと太め、はい、そして
僕の場合は、はい、ちょっとね足の長さのあれもあるかもしれないけどブレーキやっぱ基本的に膝が当たってる感じするね。でシート自体をちょっと後ろにすると今度は手が届かなくなる。なるほど。だからちょっとストレートアームになってるんですけど、はい、これくらいが僕ねブレーキとかアクセル踏む位置としてはちょうどがいい。じゃシート前に。なかなかちょっとレーシーっていうんですね、うん、なんか。あちょっとあれだな、これニュートラは、はい、あこうか。はい、はい、まあ、結構スマート自体文献が少なかったというかあんまり調べられなかったんですけど、うん、調べていく中で、まあ、どういうコンセプトで作ってるのかっていうのは、うんうん、まあこれはあくまでも現行型のキャッチコピーなんですけど、はい、都市の息吹を全身で楽しめるっていうコンセプトみたいなんですね。で、まあ、この車が多分実際に、うん、まあ、そのコンセプトを一番当てはまる車なのかなと思って、うんうん、でパッケージングを考えるとさっきもちょっと言いましたけど 4.2 メートルの最小回転半径だったりだとか、うん、まあ、荷物も長距離はさすがにちょっとあの辛いかもしれないですけど、うん、ちゃんと詰めて、で人もちゃんと乗せられて、で各部取締役もおっしゃってたようにカスタムが流行るぐらいおしゃれな車、うんうん、ってことで、まあメルセデス版のちょっと走りは違うかもしれないですけどミニのカブリオレとかそういうところに対抗していく車なのかなとはちょっと調べてて思いました、ね、チンクエチェントとかもな、そうですね、フィアット500とか、はい、あの辺がちょうどあ、まあ、対抗馬に当たるのかなと思います。でもなんかね今走った感じなよなよしてなくて、うん、ちょっとがっちりしてる、ドイツ車ならではの。そうなんですね、うん、なるほど。確かにちょっと足回りは結構スポーティーな感じです ね、はい、で隣に乗ってても別になんていうんですかね、不安感っていうのは特段ないですね、ちっちゃいからといって。おお、なんか挟めるようになってるんだ。そうですね、ミラーはついてない。街乗り用だな。そうですね、まあ走行距離もこの車1万キロ、13年登録、うん、まあ8年、まあ年間1000キロちょっとですね、うん。沖縄とかさ人気なんじゃない、はい、スマート、そんなことない、こういう車ですか、うん、あんま見ない。そうです、ね、これ乗るんだったら軽乗るわみたいな感じ。まあどうなんですかね、うん、まあ見ないことはないんですけど、うん、沖縄って本当に那覇の中心に行けば狭い道もたくさんあるんですけど、うん、意外と狭い道ってあんまりないんですよね、うん、ああそうって考えると、まあ普通の軽でもいいのかなっていうのはもしかしたらあるかもしれないです。でもこれを沖縄で乗るってめちゃくちゃおしゃれですよね。おしゃれだよねこれそれにしてもね、はい、なんかもう道譲ってくれない感が半端なくて久々にね、食らってるなんかいろいろ煽りを。そうですね、ちょっといつもの車とは全然ね、なんか違うね、はい、そういうとこあるね、やっぱね。でもあれだね、こういう時に今ちょっと坂じゃん、はい、ブレーキ離すと、1秒ぐらいかな、離します、下がる。あ、ね、うん、一応アシストがついてる。ついてます、でも結構高速も見るんだよね、スマート走ってるの、うん、結構なスピードで走ってるんだよ軽いですから ねこの車。せっかくだからさ、パワーウィンドさ下に下げる。 でもここは下がらないんだもんね。そうですね、後ろはね、まあ、でもここが空いてるだけでだいぶ開放感ありますよね。確かにね、開放感あるわ、はい、いいね。わあ、風来るね、うん、確かに。そうですね、あ、気持ちいいですね、うん、今日はね、ちょっとね、湿気がね、はい、そして天気も曇りだから何ともかしんないけど、天気良かったら気持ちいいね、これ。そうですね、これさ、今度沖縄帰った時にお土産で持ってってあげるか父ちゃん、母ちゃんって言ってこれ買ったからさって言ってびっくりされちゃうんですよ沖縄で乗ってってこれでもね、はい、足なんだけど、この左足のフリーのペダルとブレーキが結構近くて、はい、
なんかね、この足回りに、足回りっていうね、この自分の足回りに圧迫感がある、はい、なるほど。これね、身長の問題かしらないけど、そうですね、ちょっとそこは僕乗ってみた時にちょっとチェックしてみます。あ、でも肘掛けあった、肘掛け1個だけだから取り合いになっちゃうなかなかでも風が来んね、うん、そうですね、まあ何も遮るものないですもんね。やっぱ閉めるか、音声にノイズが入ってしまいそう。ああ、でもだいぶ巻き込み変わるね。そうですね、本当に頭の上を通る風だけ感じます、ね、あ、ちょっとねスピードを上げるとステアリング、はい、大丈夫だよね、はい、ETC 大丈夫。そう、ステアリングごめん、ほらトラックも譲ってくれない。うわ、うわ直線、直進での安定感はあるね。あ、はい、でもタイヤが平べったいせいか、はい、ちょっと取られるね。なるほど、うん、持ってかれる気はする。でちょっとパドル使っちゃうね、はい、どうぞ。あ、4速上げてくれて出る、どうぞ。あ、変速してるのかしてないのかよく分かんないな、これ。そうですね、してんのか、ちょっと。うわ、ハンドル重たくなるな、スピード出すと。割となんか原始的。お、いい音するね。そうですね、もう一回これで、あれ、オートマは、なるほど、そういうことか。物足りなさは感じるんだけど、うん、パワーあったらやばいだろうなって感じです。そうですね、ぶっ飛んじゃいます ね、この車だと。まあでも安定感はあんね、うん、隣に乗ってても全然怖くはないですね。あ、そう、はい、風は来んね、これね。そうですね、ちょっとずつやっぱりこの速度だと顔全体には感じます、うん、そうだね、顔全体に来る、ね、はい、意外と走ってる姿はスマートでかっこいいんじゃないかな。そうですね、きっとおしゃれですね。原付じゃないもんねもちろんです、原付ではない。やっぱオールマイティに使えるっていうのはいいよね、うん、ネクストクルーザーだったらきついもんあれはちょっと無理ですねあれはちょっと動かすだけでも怖かったですよ、はい、で、フォグランプもつけそう。はい、どうだ、フォグランプつけたぞスーッと抜いちゃいます。坂も登るで、これね、やっぱね、ザマミインプレッションが本当に大事だと思う、はい、本当ですか、うん、まあ、いつも同じようなとか近いような。そうだね、やっぱ低排気量の、ね、はい、車乗ってるかゆえに感じるものは、まあ、そうですね。よいしょ、閉めてみます。よいしょ、これ1段階目です。で
ったり座れる、はい、あ、助手席いいね。そしてこれエアコン効いてないな送風になってるほぼこれ。あ、やっぱ夏場はちょっとチェックだね。そうですね、こんなに車がありますけど今までの車の中で一番気を使わずにね、だからといってっていうところだからねまああくまでも安全運転、そうそう安全にね、はい、音ってまあ、オートマーに入れたかったと思う。そうですね。でちょっと迷うでしょ。これはどう？二度でしょ。こっち側にしてもなん、はい、ちょっと一瞬こっち側にずらす。あ、ニュートラルですよね。で、あ、これで、あれ、オートマー入んないな。あ、これでオートマー。ちょっと区切ってやるんだ、ね。なるほど。ブレーキ、ブレーキが、あ、これ下から生えてるんですね。え、そう？あれ？あ、本当だ。下からだね。うん。だからちょっと独特なんですかね。なるほど、こう動く感じですね、ブレーキが、うん、もちろん 1000cc なので僕のラパンよりはラパンと比べてどう？ラパンもあれ3気筒？3気筒の NA ですね、向こう、はい、660cc で多分50馬力ないと思います。でもラパンよりサイズ小さいじゃん。小さいはずですね、うん、はい、で重さはこっちの方が若干あるんですけど、うん、あのまあ、重さをパワーウェイトレシオですね、あの、うん、重自体は多分こっちの方が勝ってるはずなので、うんうん、走りはいいはずです。でもやっぱそのやっぱドイツ車っていう感じのやっぱフレームの、そうですね、もうしっかり感は出てますね、うん、これ家も駐車場もさ、はい、本当にあ入らないと思ったけど入ったみたいなことがあるんだろうなそうですね、なんかあれじゃない、なんか輸入車で言ったらこのスマート、あとはフィアット500とか、はい、であとはアバルト、はい、大好きなねアバルト、はい、あとはアストンのシグネットとか、あ、はい、となんかちょっと肩を並べる感じの、そうですね、うん、加速も全然問題ないですね、うん、やっぱトルクとかさアクセル踏んだ時の加速感はやっぱ全然、あ、全然違います、ね、全然こっちの方が上ですね、あ、はい、やっぱり軽自動車の NA だとなんていうんですかね、もう60キロまで加速する時点でちょっと頑張っちゃってる感が出るのでなるほど、はい、まあでもいいし3万円だからねそうですねもう値段も全然違うからね、そうですね、あっち4人乗れるし、5人か、4人です、4人か、軽トルクなんで、じゃあちょっとフォグもつけちゃっていい、これ今車線真ん中ぐらい、これ真ん中ぐらいじゃないですか、すごいね、車が小さいからかちょっとどこを走ってるか分かんない、右寄りに感じる、助手席にいると、はい、そんなことないんだろうね、なんかすっかりもう乗りこなしたね、そうですね、あのいつもの運転してる感覚にめちゃくちゃ近いんで、ああそう、はい、やっぱりなんていうんですか、パワーはありますね、軽とは全然違いますね、さすがです、軽とは全然違うと、そうですね、いつもだとそれこそ60キロ道路を60キロをちゃんと出して走るっていうんですかね、うん、周りの速度を乱さないようにちょっと注意しながら走る必要があると思うんですね、うん、軽だと、ただこの車だとやっぱり60キロとか80キロでも全く問題なく走れるなっていうのを感じますね、クロスケの感じで、多分結構いいぞ、まあでも外とか赤いんだったら、うん、ではスマート42カブリオブラバスのエクスクルーシブモデルですけども、はい、ザマイさんから点数をお願いします。ちょっとこの車点数って難しいんですけど、うん、80点です。なるほど、はい、
理由としては、まあ、内装もかっこいいですし外装もいいんですけど、うん、なんていうんですかね、一つ一つ自体はなんていうんですか、全部が綺麗にまとまってるっていうよりは外装もかっこいいし、あの走りもいいけど、やっぱりちょっと小ささの弊害っていうか、あの突き上げとか出ちゃってると思うんですね。ただあのその突き上げ感っていうのが、あのなんていうんですかね、面白さに変わってるこの車だと、そこがマイナスポイントではなくて、あえて噛み合ってないけどそこがちょっとおもちゃっぽくていいなっていうのは、あの乗ってて感じました。なのであの、まあ、あの誰にでもおすすめですって言い切れる車ではないんですけれども、ただあのこの車のパッケージングが好きでであったりだとか、サブとしてどこにでも行ける1台が欲しいですっていう方はぜひ買っていただいて間違いないお車かなと思いますね。なるほど、はい、じゃあまあ80点と今最終的に買う買わないの、ね、お客さんの層をまとめたんで以上という形で、はい、で私はですね、まず点数はね、難しいな、難しいですよね。まあ安牌な80点分かる気がするってことで80点まずやっぱ K とは違うよねっていうのはよく分かる。でなんか走ってて頑張ってる感もそうない、はい、ないです、ね、変な話80キロからでもグイグイ進んでくし、でこの、ね、フレームがねやっぱドイツのフレームなだけあって、もうブレとかなよなよしたとか変なふにゃふにゃした感じの走りでもない、むしろどちらかというとゴツゴツした感じの、ね、ホイールも16、17入ってるっていうのもあってしっかりとした走りでしたね。であとまあね、長距離向けではないかな、うん、このシートもすごくかっこいいシートなんだけど僕はちょっとお尻が痛い、うん、助手席だとね、運転席はハンドル握ってるからがちょっとねそこまで気にしなかったんだけど、だから本当にねご近所お買い物とかちょっとじゃあ高速乗らなきゃいけないかなっていう時はまあ別にこれでもいいと思うんだけど、これでじゃあちょっと箱根まで行きましょうかっていうと、うん、ちょっと箱根では乗りたいけどまでは行きたくないなっていう、うん、そんな車です。まあそういうイメージされてた方も多分多いと思うんですけど、イメージ通りっていう感じではありますよね、うん、でどんな方におすすめできる車かというと、地元で乗りましょうそうですよね。で2人しか乗れないっていうところはあるんですけど、まあオープンにもなって後ろに荷物も詰めて、なおかつまあねドイツ、うん、で高速にも乗れてっていろいろな用途をオールマイティに使えるし、実際これねやっぱガレージに置くでも買い物するでも本当楽だと思うんで、駐車場気にしなくていいんで、だからね、うん、ちょっと小さくてちょっと面白くてなおかつたまに高速も乗るときあるんだよなみたいな、そんな時はこの車がおすすめかなというふうに思います。ということで以上、今回スマートフォーツカビオをインプレーションいたしました。引き続きサブチャンネルのロペチューンもぜひご視聴お願いします。ね、ちょっと愛車のトーンでね、はい、もね、できればなと思ってますので、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。